東名高速道路藤川付近を走る東名ハイウェイバス東名ハイウェイバスは東京都千代田区静岡県静岡市静岡県浜松市愛知県名古屋市の間を東名高速道路新東名高速道路などを経由して結ぶ中高便の高速バス路線である正式名称は東名高速線日本国有鉄道自動車局によって運行が開始され1987年の 国鉄分割民営化後は、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道が運行し、1988年以降バス部門を独立させ JR バス関東、JR 東海バスとして運行。2005年に JR バス関東の系列会社、JR バステックが参入し三社での共同運行となった乗客も車外に出られる、いわゆる開放休憩、渋滞や遅延の影響で、 場所、時間が変更になる場合がある。一回10から15分間ほど、判例停留所、透明本線上にない停留所、下り乗車専,上り車専用、上り降車専用、上り降車専用、上り乗車専用、下り降車専用停車の有無、停車、下りと、上り一部の未停車、上りの未停車、通過、経油せず整備や運用などの都合で、シート仕様が予告なく、変更となる場合がある。 時刻表で4列ワイドシートや3列シート表記のある便でも繁忙期に車両変更する場合や2号車以降の増車においては車内設備が異なる場合がある。当日車両変更等でプレミアムシートビジネスシートが利用できない場合は特別シート料金のみ返金。現在早期購入割引運賃、学生割引往復割引過去1990年から 御殿場駅乗り入れを開始1年半のみ存在した、急高圧企業の方向幕開業30周年で、リバイバル運行された、最後の国鉄専用形式 PMS735SA 国鉄専用形式 744-4952H654 から84,452国鉄バスでは、東名高速線には高速バス運行に特化した、特別設計の車両を導入していた。 これらの車両は国鉄専用形式と通称された。1981年導入車までは標準床車で増備されたが、1984年に導入された新車はハイデッカーとなった。詳細については国鉄専用形式を参照。1986年には初のスーパーハイデッカー車として、ドリーム号用に三菱エアロクイーン W を導入している。 1987年の JR 東日本バスの新車は MS735SA とほぼ同一の使用ながら車体をエアロバスと同様にした車両となった。一挙に30台以上が導入され、JR 東日本バスの国鉄専用形式標準床車を置き換えた。JR 東海でも1988年にほぼ同型の車両を投入し、標準床車はほぼ置き換えられた。 JR 東海バスでは、まず1988年3月のダイヤ改正で、登場した超特急便、透明ライナー専用車として、エアロクイーン W を導入し、1989年から1990年にかけて、エアロバス車体とエアロクイーン M のシャーシを組み合わせた車両を導入。1991年からは、ドリーム、 名古屋号との共通運用で一部の超特急便、透明ライナーに2階建て車両を導入した。1993年から JR バス関東に導入されたニューエアロバスはハイデッカー、折と車体ながら下級機なしで 400PS エンジンを搭載する UMS821PA が選択された。1996年には JR バス関東には イスズガーラハイデッカー車が2台導入された。東名高速線では28年ぶりのイスズ車で、下級機なしで V 型12気筒 450PS エンジンという性能であった。また、1997年頃から JR バス関東では三菱製 SX 観光仕様を投入した従来 400PS 以上のエンジンが標準になっていて、355PS という エンジンでは物足りない。車内もシートピッチが狭いなど乗務員、乗客ともに評判が悪く2年ほど出たの路線へ転用された。その後は、日野、セレガや、日産ディーゼルスペースアローなどが導入されている。2005年 JR バステックは、スワローエクスプレスとソーノガーラ、JR 東海バスは4列ワイドシートのセレガを導入。2007年以降は、ヘッドレストセンターアームレスト付き4列。 ワイドシート車両を各社で導入している。2009年以降、JR 東海バスは豪華化粧室の4列、ワイドシート車両、プレミアムシート搭載の2階建て車両、ハイブリッド車両の4列ワイドシート車両、スーパーシート搭載の2階建て車両などを順次導入。JR バス関東、JR バステックも4列ワイドシート車両を順次追加導入している。 2018年9月1日より、東路線では、初の外国製の車両である、スカニアインターシティ DD が、新東名スーパーライナー1を往復に投入された。ありがとうございます。